類似国史は、変年体である六国史の記事を、中国の類書に習い分類再編集した、歴史書である。菅原道真の編纂により、892年に、完成、成立した。本書の成立時期に言及すれば、日本三大実録の部分については、同書は901年完成であり、その直前に、道真が大宰府に流されているために、同書部分は、 後世の過筆であるという説と、三大実録の編纂には、道真自身も関与していたために、完成前にその走行を保有しており、流罪前にその走行を元にして過筆されたとする説がある。元は、本文200巻、目録2巻、経図3巻の計205巻で、あったが、応仁の乱で散逸したとされ、現存するのは62巻のみである。現存文は、仁義、帝王、 高級、人、祭事、音楽、荘園、奉献、整理、刑法、食感、文、伝授、掌水、祭意、仏道、風俗、古都俗という十八の分類ごとにまとめられている。特筆すべきは、検索を容易にし、先例を調べる便利を図っていること、原文主義をとって余計な文章の改変を一切廃していることである。また、 日本語記の多くが失われているため、復元する資料としても貴重である。中国の東大では、自文の作成や知識の整理のために、古典の中から必要な箇所を抜き書きして、分類編算することが広く行われ、これを類書と称した。この書も類書の形態を踏襲しており、日本における類書の一つと言える。ありがとうございます。